はい、皆さんこんばんは。今日は2021年7月17日土曜日、時間は午後8時32分です。今日はですね、録画でもうやっております。まあいろいろとね、皆さんのお声もあるでしょうし、まだまだインターネットっていうか、この YouTube をね、まだ始めたばっかりの方もおられると思いますんで、まあ いろんなマナーがあったりとか、あるんですよ、そういうのがですね。で、私ももう皆さんが楽しんでおればと思って、何も言わなかったんですけど、ちょっとまあ言い出しにくいっていうのもありましてですね、どこかで言わなければいけないっていうのがあったんですけど、まあ、なかなかライブでやってて、そういったコメント欄っていうのはですね、まあ、大体まあ私と皆さんのこうやり取りがダイレクトでできて、そういったコミュニケーションのために一応あるっていう感じですので、まあ、たくさん会ってきますと、皆さん同士のね、挨拶っていうのはまたそれ控えていただいてとか、もう皆さんこんにちはだけでいいと思うんですよね。それで、まあ、皆さん同士でこうコメントがあっていきますと、なかなかそれを後で読むときに必死に読もうと思うもんですから、僕もちょっと左目が開かないとかですね、小さい文字が見えない、もう身体的にも厳しいところがありましてですね、読み始めたら、ああそうか、この人たちの皆さんのやり取りでごめんなさいとかこんにちはとか言ってるんだって言って、読み始めたらまた途中でやめるわけにもいかずにと思っていたんですよ。これ申し訳ないんですけど、本当この YouTube の中であんまりライブやってらっしゃらない人がいるんですけど、一応これはマナーみたいなもんなんですよね。だから一応挨拶はもうそれきりにして、あとはまあいろいろこんなコメントがあって、こういったのがあるんですよということは別に構わないんですよ。ただなんとかさんいらっしゃい、ああこんにちは、ありがとうございましたっていうのを延々とやり続けると、全然ね、また違った方向になりますし、それと、いろいろ分かりやすくこう言ったんですけど、申し訳ないんですけど、例えば彼女とね、デートしてお話をしている時に、一生懸命僕はやっている時にですね、違う女の子がちらっと見えた時に、あの女子綺麗だよねとかなんとかって言われてもですね、いやあなた私と今デートしてるんでしょうと、なんでその他の人の話を今しなきゃならないのということで、ちょっと話してることが筋道がこうそれちゃったりとか、気持ちがこうね剥がれたりするもんですから、これがライブでやってますとやっぱりやんなきゃっていうのがあるんですよね。なのでちょっと難しい問題もございますんで、まあどこかで言わなきゃいけないと思ったんですけど、まあそれといろいろ、まあ私も自由にやってて、もうこの年で、いろんな経験も積んで、まあいろんな怒られたりとか、ものの善悪とかいろんなものはあります。でその中で失礼ですがなんとかですとか、まあいろいろ言われると、それをまあちょっと申し訳ないなと思ってですね、そういったことに関してはもう別に自分は自分として人生経験を積んでおりますんで、まあそういった方にはちょっともう分かりましたじゃないですけど、もうブロックさせていただいて、もうないことになってます。だからもう一生僕のところにもコメントも書けないですし、僕ともやり取りはもうないでしょう、その方は。で、皆さんが言っているのは最近書き込みする人が減ったよねということで、まあそういった感じでですね、ちょっと僕もご退場していただいてですね、これからまた新しい方、もちろん常連さんをですね大切にしなきゃいけないんですよ、分かってるんですけど、ただ常連さんばっかりやってると、普通の、まあ、喫茶店とかカフェがありますよね、そういった時 に、初めて入る人がこんにちはってガランと入っていた時に、ずっと中の人だけで、盛り上がっていたら新しい人って入ってこれないんですよ、なんか気使っちゃってですね。で僕は今ところね、1万6000人ぐらいの登録者さんがいますんで、まあそれからですね、これから5万人、10万人って本気で目指します。本気で。できないだろうけど、命があるうちには、それは前を向いてですね、やっていっております。それとまあ、今回ではまあいろんなことが皆さんがね、楽しみにしてたのにそんなのはひどいとか、まああといろいろ気持ちもわかります。で、
まあただいろいろね皆さんの気持ちも分かったので、あ、本音が分かったなと思ってですね、うん、まあそういったことでしたらもうご退場願っていいですよっていうか、申し訳ないですけど僕の方から退場なさってっていうか、もうコメントをブロックさせていただいてですね、そんな感じにしております。でないとですね、またこれから新しい人を増やさないと、まだ会ってもいない人をどんどんと増やしていかないと5万人10万人ってならないと思うんですよ。まあ一生懸命やってきて10年でね1万6000人ぐらい、そんなもんですよ。でも、あと10年かかろうと少しずつそういうふうに新しい人を受け入れるような状況を持っていかないと、何度私たちがいいのにっていうふうに言われてもなかなか難しいところあります。まあそれで本当にね、お気に入りにならなかったらですね、チャンネルを外していただいて全然結構だと思うんですよ。ただ最近ですね、なんかチャンネルが増えたりしてたりするんですよ。なんで、ありがとうございますということで、まあそういうふうに新しい人もね、みんな入っていただいて、でいろいろまあやっていくっていうのがあれですんで、ただちょっと難しいっていうのはね、仕事上とかですね、これから僕も音楽に対してやっていかないといけないので、ライブ感覚ではちょっとこれ厳しいなとは思っておりました。だからちょっとまあ録画にしてですね、貯めといて、それをスケジュール的に出していくと、それが普通の YouTube では皆さんそれで全部やってますんで、ライブではどんな感じだろうと思ってちょっと突き詰めてやっていたところです。で、まあ皆さんのコメントの中でも、まあ、やっぱり本音が出てきてよかったなっていうのがあるんですけど、ジャパンさんはあの人は真剣にやってないよとか、真剣味が足りないんだとか、まあそんな風に思われてもそれは思う側の立場ですので、そういう風に思われても、まあ、仕方ないなと思うんですけど、ただ僕もですね、約2年、あ、1年はですね、1年間は1日に2本約1本がですね1時間半から2時間ぐらいのライブをですね1日2本まあ合計しますと大体平均で4時間3時間半から4時間、それを2本に分けてですね1日も休まずやっております。大体9月ぐらいだったかな、その前にも1本ずつ上げてたんですけど1日も休んでません。で9月からは1日2本全然休んでません。1日も休んでません。でその中でやってて、まあ僕なりにゴミ動画だなとは思ってるんですけど、まあそれなりにですね一生懸命やって、皆さんとねなんか交流ができればというふうに思ったんですけど、まあ新しくそういうふうにオープンに開けておくと、いやそれが当たり前だろうって思ってる方がね、やっぱりもうそれ仕方ないですよね。でも僕以外にですね、もう前々からですけど他のライブのとこに行くとですね、テーマに沿った話をしなければ書き込まないでくださいとかビシッと言われたりとかですね、それとかそういったお客さん同士というかね、視聴者さん同士でこんにちはとかどうのこうのとかそういうことは言わないでくださいとか、もうこんにちはこんばんは一言でいいですというふうに言われるとこもあるんですよ。で、まあ僕も経験してまして、ああ、それもなんか寂しいなっていう気持ちはわかるんですよ。皆さんでね、ああ、そういう、寂しいな。でもね、コンテンツとしての運用ができないんです。だから一つと一時間にしてもですね、僕横道にはそれたりしますが、一本一本にテーマを入れて、一本一本作ってるんですよ。雑談ではないんですね。雑談で一本一本作るっていうのは本当に意味がないことでですね、一本今1580本か8それぐらい作っておりますが、一つ一つテーマを入れて、タグを入れてですね、そんな感じに一本一本は別として作っております。そうなると一本一本のまあクオリティとか一本一本の作品として作っているわけですので、ですのでもう申し訳ないという感じですかね。なので今回のことでもね、たくさん今まで一生懸命せっかく来たのにということで離れる方があっても、もうこれは仕方がないことだと思うんですよ。もうその場合またこれからも僕も努力をしていって、登録者さんが増えるようにですね、まあそういうふうにしたいと思います。だからまあいろいろ申し訳ないんですけど、いろいろまあ僕は僕なりに僕の人生でこの YouTube を上げておりますんで、まあ
皆さんの人生でおかしいんじゃないか、ね、他の人と何とかしろとかいうふうに言われてもですね、今もう時間とあれがないんですよね。だから申し訳ないですけど、失礼ですが、どうのこうのって言って、柔らかい言葉で言ってやられてもですね、もう時間とあれがないので、申し訳ないですが、ご辞退させていただくということで、もう一生、それも悲しいことなんですけど、お互いにやり取りはちょっとなくしましょうということです。また新たな人が増えてくるとですね、もう今でいっぱいなんですよ。だいたい YouTube では1万人超えてくるとやり取りが厳しくなると言います。だからコメント欄を閉じたりとかですね、そういうことも、まあ、これから先にとってはですねあるのかなと思いますね。まあ、ただ無視してればいいっていう話もあるんですよ。無視すればいいじゃないかっていうのがあるんですが、いや、それではちょっともう申し訳ないっていうね。まあ、それと、ライブやるときに誰か人を頼んでですね、モデレーターという形でいろいろ管理してもらえばいいじゃないかというふうに思う方もいるんですけど、僕は僕のこだわりっていうか、自分だけの誰にも迷惑をかけないようにやってるのにですね、また新たな人をモデレーターとしてですね、その人の時間を取っちゃったりとか、それはもう違うと思うので、それをお願いしたりっていうと、その人に負担をかけちゃったりしますから、そういうことはやりたくないということですね。ただ自分一人だけの力でどこまでいけるか、自分一人だけの力でどうやるか、自分一人の力だけで今まで、勉強して養ってきたというか、人生勉強していたところの中でやっていたことを話すかということで、それは皆さんは皆さんのとこでね、まあ僕に一言言いたいっていうのはありますでしょうけど、ただそれごく一文を見ているだけであって、いろんなとこでは苦労したりとか、まあそれなりにしておりますんで、でそれなりに分かったことを、まあ、これから若い人であるとか、そういう方たちにたくさん続けていきたいというのがあります。ですので、まあ、自分で決めたことですので動画は上げていきますが、まあ、ライブという形ではちょっと、やっぱり難しい面が出てきたのかなということですね。まあ、皆さんも、それが当たり前というふうにこう思ってしまったのがいけないんでしょうけど、この YouTube とかそういったライブ関係のところでは、若い子がいるとこでも他の子がいるとこでもですね、かなりこれは厳しいです。だからもう来ないでとか言われたりするとこありますよ。何言ってんだとか、もうそんなもん書き込むなとかですね、テーマに沿ったことを書き込むなって消してくれとか、消しますよとか、もう次からブロックですよとかいうの結構あるんですよ。まあ、いろんなところに参加してみればね、わかると思います。というところでごめんなさいね。なんかね、結局、その一番最初のことだけでちょっと時間が取られてしまいました。もう次からはもうこういうふうなこともね、なくしていきまして、動画のね、一本一本で、ちゃんといい動画でまとめた動画を、上げていこうと思いますというところで、今日はごめんなさいね。そういった節目のとこなので言わせていただきました。というところで、今日はですね、またびっくりしましてですね、今日の、これ7月17日土曜日ですよ、週刊現代に載ってたんですが、今まで言ってきたことと小室親子違うじゃねえかと、まあ、新しい状況が流れていくわけですよ、こんな風に。で、今までなかった情報、これが現代が出しましたよね。今まで言ってきたこととちょっと違うじゃないか。これはですね、雑誌社としていろんなリークがあって、初めて出たと思うんですよ。で、これびっくりしました、僕も。全然違うんですから。なぜかということを言いますね。これ今まではですね、週刊文春のウーマンに対して、まあ、小室佳代さんが1年分の取材記事として生の声ということで、この間出しましたよね。その中で書いてないことがあるんですよ。で、私は明日市の教師のそういうふうに思いましたという告白がありましたよね。それがですね、またそれ以上に輪をかけてですね、死のうと思いました。これは、親子で死のうと思いましたと。私、カヨとケイト、二人で死のうと思いました。ものすごく世の中の人たちがバッシングというか、それとか雑誌で私たちのことをあることないことをバッシングするから、もう辛くて辛くて、今日死にたい、明日死にたいということで、ケイト二人で、死のうと、自殺しようと思いました。ということは、
今日初めて分かったことなんですけど、ということは親子心中を考えていたということかよと。うん、じゃあ先週ぐらいに言ったあれはまた違うよねと、小室佳代さんだけが死のうと思ったということですが、今回の今日の記事、現代のこれではですね親子で死のうと思ったということですよ。まあ生きてるわけですけど、二人とも生きてるわけですよ。でその時にですね、ものすごく困ったと、悩んでっていう、もう親子で死のうというぐらいですから。でその時に救世主が現れたっていうんですよ。さてこの救世主って誰でしょうということになりますと、まあこれはあの東京のねパラリーガルとして小室健君をやっとっていたその法律事務所ですよね。でこの法律事務所の社長っていうのがですね、まあ高齢なあれなんですけど、秋篠宮様ね、その人とお付き合いがある人なんですよね。まあ海外のいろんな募金活動とかそういうのでお知り合いになってということで、でこのパラリーガルで働いていた法律事務所関係も国とかですね、国同士とかそういうのの弁護士活動で入ってて海外にまで行ってたと。どうもそこで知り合って、秋篠宮の髭殿下ですよ、それとですね、まあ婚姻になりまして、それで月に何回かあのお酒を飲みながら食事をする二人だけで、そういったあの仲のいい感じらしいんですよ。と言いますのも、なぜかというと、そのパラリーガルで小室圭君が、まあ、働いていた時に、誰かがそのちょっと社長と秋篠宮殿下を、のね、まあ、それを、引き合わせて、そこでちょっとお仕事をさせていただけないでしょうかという手が回っていってですね、まあ、そこの法律事務所で働くことになる。で働いていれば、秋篠宮様ちょっとまあそういうことなので、あうちの、ね、娘の将来結婚するかであろうと思われる人がお世話になってますねっていう、そういう知り合いもあってですね、で昔からも知っていたということです、海外の。なのでそれで月に食事は 2,3 回する程度で、その食事をする時にも2人だけでお酒を入って飲むような関係ということで、それはもうがっちりとねできてるわけですよ。だから、それでアメリカのフォーダム大学に行く時に、じゃあうちでそういうふうに、パラリーガルとして昼まで働いて夜行ってるような感じで月年間500万、それを払っておりますんで、じゃあそのまま、向こうに行ってもそのお金はお支払いしましょうと、生活費ですね、でそれは生活費ということで言ってたんですよ。で今度はですね、それはじゃあどうなのかと言ったら、いやつい先日1週間前になってですよ、あれはまあ太陽であるからいずれ返してもらうことになるでしょうと、全部あげたわけじゃないから太陽ですっていうのも、ですね、地震があって、今ちょっとね、地震がありました。まだ揺れてるよ、揺れてるギターも揺れてる、もう俺が揺れてるのかなと思ったんですけど、いやいやこれ地震が揺れてますよね。もうちょっと落ち着いたかなまあまあそういったこともありますよ。まあそれなので、まあ仲がいいという、で、お金を貸しますって最初は言ってたんですが、いやいやまああげてもいいか、あげてもいいって言ってたんですけど、まあ、いや返してもらいますよって1週間前ぐらいに言いました。でまたこの今日の週刊現代に行ったらですね、いやいやそれは太陽とは言ったんだけど、あげたお金にしてもいいからとか、まあのらりくらりしてんですよね。じゃあ、贈与だったら、これまた贈与の税金を払わなきゃいけないですよね。まあ、弁護士事務所ですから、後でなんとも、後日すればなんともなるっていうふうに法律で踏んでるのかもしれないですけど。で、結局ですね、じゃあ、この救世主と言われる人たちの企みって何だろうかと、そういうふうに、まあ、皇室の一人の人たちとお付き合いができて、時期、天皇陛下というのは悠仁さまがおられますんで、じゃあそこに、弁護士事務所としてお付き合いするということは、
懇意にしてると、まあ、仕事が回ったりとかなんかするわけですから、ちょっとそれ問題があるんじゃないのと。でこれ東京弁護士会とかそれでもですね、まあちょっとそれは良くないよねというのがあるから、いやあれは貸したお金なんですって言ったんですが、そしたらなんと今言ってんのは、いや返さなくてもいいですよということですね。今出ましたけど、山口県東部とか大分北部、それが震度4だったらしいですね。まあ僕のところで言うと震度2、3に近いかな、3ぐらいに、震度3になってますね、北部平野部。まあだから結構揺れました。今速報が出てましてですね、皆さんのところは大丈夫でしょうかね。一応まあ、四国九州、北部九州と山口あたりが、まあ、ちょっと揺れたということなので、まあどっかで繋がってますからね、まあこれは気をつけましょうというところで、この救世主っていうのがじゃあ誰がいるかって言ったら、そのパラリーガルで言ってた法律事務所、その人が一人ですね。その人に助けられたから心中しなくてよかったんだって言ってます。でもう一人誰か、それはニューヨークの母と言われている、なんとかジュリアさんとかいう人がいましてですね、70何歳ですよ、72歳くらいで写真出てくるの、ほとんど50代ぐらいの写真ですよ、出してくるの。その昔は綺麗だったんだけど70の写真出てこないんですよ絶対。昔の40代ぐらいの写真が出てきますけどね、まあその時は綺麗だったんでしょう。その2人の人、救世主の2人の人に助けられたことによって私たちの命が今ありますと、まあ持っていただいていますというところが、今日の内容なんですよ。で、ちょっとですね、まあサムネイルでこんな風に一応伝えましたんで、これがフェイクニュースではないという証拠でですね、今日の、記事を見ていきましょうね。こんな感じなんですね。週刊、日刊現代か、まあこれですね、7月17日土曜日朝9時6分配信のやつですよ。だから今までのその文春ウーマンの状況のニュースとちょっと違ってるんですよね。また新しい情報って出てましたけど、嘘が多いっていうことなんですよね。まああとケーキ屋さんに働いてるっていうのも、これはまた初めて出てきましたよ。小室君がフォーダム大学に行ってから1回退職してると。で昨年にまた復職したと。またね、なんか全然今までになんか言わなかったことが今日出てきたということです。まあこれをですね、また辻褄が合わなくなると思います、今まで言ってたこととですね。まあそれをちょっと読んでいきますね。小室圭さんと自殺考えたね。ここでもあれでしょ、真珠ですからね。今までは小室佳代さんが、私は一人で、そういうふうに自殺を考えたというふうに言ってたんですけど、また輪をかけて、前よりももっと恫喝に近い、そして前よりももっと私たち親子はこれだけ世間から痛めつけられて、大変な思いをしたんですって、まあ、悲劇のヒーローヒロインということでしょうか。驚きましたよ、ね、タイトルで書いてますけど、もう一度言いますが、小室圭さんと自殺考えた母佳代さん、救世主たちの手厚いサポートが唯一の支え、ね、皆さんこれ読んどいてくださいよ。この手厚いサポート、この佳代さんが言うのはですね、サポートと、佳代さんがサポートっていうのは借金じゃないんです。私たちをサポートしてくださいとか今まで元婚約者にも言ってましたけど、サポートっていうのはもう贈与なんですよ。借金じゃないんですよって、サポートしていただけますかというのはですね、お金をタダでくださいますかということで、お金を貸してくださいのサポートじゃないんですね。だから今まで小室文書がいろいろ何回も何回も言ってましたし、それが言ってたのが、このサポートとか、その個体サポートイコールで考えますと、これ借金じゃないんです。サポート イコールもらえるお金ということですね。ただでもらえるお金、だから私たちの生活をサポートしてください、ただでお金を、ね、くれて、私たちの生活をサポート、借金じゃないですよ、だからお返ししませんよという、その感覚ですね。
読んでいきましょう。2017年秋篠宮家長女眞子さま29歳との婚約が内定した小室圭さん29歳が今月下旬に受験するニューヨーク州の司法試験まであとわずか。だから7月末ですよ。ね。肝心の結婚問題は未だ膠着状態のままだが、試験に合格しなければ着手できないといったところだろうか。まあこれもね、一応アメリカでニューヨーク州の司法試験通っても、では日本に帰ってきたとしますよね、そのパラリーガルの法律事務所で。で、日本の弁護士資格はないですから、まあ書類整理とか、アメリカにいる人のファックスでなんとかっていうサポートしかできないですよね。だからそれで、まあ、働いた時に、今までで500万ですので、まあ、1000万ぐらいもらえることになるのかな。ただ今アメリカでもしね、公的機関というかアメリカで働くと、1000万ぐらいの非課税ということで、まあ話は言っておりますが、まだどこに勤めてるっていうのも公表はしておりませんので、まあ、国連職員ということで今は噂されておりますけど、それだったら1000万、全然税金がつかないものとしてもらえるでしょうからいいんですけど、じゃあニューヨークで働いたら日本に帰ってこれないしと。まあいい加減なね、少しずつ返してもらえますよとか言ったりとか、この救世主であるこのお二人さんがですね、怪しい怪しい、とんでもなく怪しいということですよ。そこをちょっとはっきりしないといけないですよね。まあ合格しなければ分かりませんよ。だからこれも結果として12月とか言われておりますから、その合格結果が前よりもずれ込みましたよ。11月とか言ってたけど12月とかね。そして、その晴れてもし試験に合格していて働けるっていうのは来年の1、2月っていうことですか。その免許を取ってから働き始める、それもニューヨークですよね。まあ、ニューヨークって言っても独立はすぐはできないでしょうから、まあ人の下で働くって言っても、まあ1000万もらっても税金が取られるし下働きなんで、そういうとこには小室圭君は働かないと思いますよ。プライドがあるからね。というところで、四面楚歌状態の小室さんと母佳代さんだが、苦しい立場に置かれながらも2人を陰ながら支えている人たちの存在によってなんとか踏みとどまれているという、と。だから2人をね、支援する人たちがいるから、まあ死なずに住んでるっていうことですか、心中をって。そういうその2人の救世主がいなかったら、もう2人でお役心中っていうことですか。まあそれはもう大変なことですよね。眞子さんが泣いてしまうじゃないですか、そんなことだったらね。今年4月、小室さんは佳代さんと元婚約者の間で起こった金銭トラブルについて28枚にわたる釈明文書を公表。これが小室文書ってやつですね、2021年の。さらに後日、元婚約者への解決金の支払いにも言及した。これで一気に金銭トラブルに片をつけて、延期になっていた結婚がようやく秋に実現と思われたが、目論みは大きく外れてしまったということですね。さらに6月下旬、母佳代さんが1年もの密着取材で語った肉声が週刊文春ウーマンに掲載された、ね、いつ死んでもいいと思うこともありました。明日死のうと今だってそう思うことはあります。本当に心身ともに辛くてっていうことだよね。まあでも心身ともに辛くてもあまり激痩せとかはしないんですかね。まあ確かにね、そんなに痩せませんよ。僕もダイエットしろって言われても本気でやらないと落ちないもんな。ねえ、ちょっと病気っていうかあれなんですけどね。まあ2年ほど前には周りの人たちにさようならと別れを告げていなくなろうとしたんです。さようなら、皆さんさようならと、ね、別れを告げていなくなろうとしたんです。まあ僕の境地かな。もう今まで皆さんお世話になったけどさようなら、もうライブはちょっとやめちゃってこれでね、もう録画でやりますよってことね。今までね、応援してくださった方に怒ってください。まあでも怒る方はさようなら
残念です、悔しいです、でもさようならということですかと、自殺をほのめかす告白は波紋を呼んだ。元婚約者との金銭トラブル以外にも遺族年金の不正受給疑惑などが指摘されている佳代さんに対して、被害者面するな、身から出たサビといった声が多く、小室さんの文書同様多くの人から理解が得られていないということで、まあでもこれはですね、ちょっとまあいろいろこう言うんではなくて、被害者面するなとかですね、まああの遺族年金の不正受給疑惑はですね、これ全く別問題ですから、全く別問題ですよ。だからそれにこう誹謗中傷しちゃいけないんですけど、ただ小室佳代さんに対しては、あの結婚問題とこの遺族年金差しについては全く別ですから、だからこれはあの誹謗中傷とかじゃなくて、まあその被害者面するなとかいうのはいけないですけど、まあ身から出たサビというのもあれなんですけど、これはあの潔白をあの公安とかに行って証明してくださいねということですね。まあそれで、全くね、無罪でしたら、無罪っていうかあれだったらもうそれでいいじゃないですか。ただ今のところは推定無罪ということで、公安とか警察が入ってないので余計なんか怪しく思われてるんですよ。だからもう自分からね、警察に行くなりなんなりして、まあそれでちょっと白黒はっきりするか、まあ自分から行くことっていうことはないでしょうけど、まあ公安自体がですね、まあ国の機関である厚労省とか、まあそれがちゃんと調べるべきなんじゃないかなと思いますね。だからまあこういうふうにですね、まあ世の中の人がその被害者ずらするなとか、身から出たサビとか、まあこういうふうに私たちはいじめられて、いじめられて、痛みつけられて、だから死のうと思うんですよっていうふうに、なんかそれを利用することになっちゃうでしょ、この人たちがね。だからまあそれとは別っていうふうにやってた方がいいのかなっていうふうにまあ思いますよ。そのうちいつかね、嘘をついてるやつはですね、化けの皮は絶対に剥がれると思いますんでね。ねえ、さようならと別れを告げていなくなろうとしていたんです、なんか まるで歌の歌詞みたいじゃないですかね。まああの都はるみのさようならとはちょっと違いますけどね、好きになった人ですからあれはね。結婚への動きは9月以降かねえ、9月以降、まあ、と言われておりますが、どうなんでしょうね。もうちょっとこれ皇室行事が立て込んでますんで、これは、なんか、まあ、婚約とか納采の儀とかもう行えない状態ですね、今のところ。まあ、来年の2月以降ということですよ、もしあるんであればということですね。まあ、ちょっとそれは難しいでしょうということですね。結婚への動きは9月以降かと。婚約内定後、金銭トラブルが発覚したことで、2人への世間の空気は一変し、この親子に無駄な税金を使うなという非難の声一色になりました。まあね、あまりにもこうちょっと税金で、まあ、いろんなセキュリティポリシーとか SP 代とか、そういう過保護にやってるのが、ちょっとあまりにも高いですもんね。月にね、5、60万とか言ったら、すぐ年間で言うとね、何千万になるじゃないですか。何千万っていうかね、500、600万ぐらいか、今ね。うん、50万ぐらいで600万ぐらいか。まあ、それといろんな結局、お金もこれからチーム組んだりしてですね、やっぱ保護しないといけないということで、お金が相当かかるわけですよ、税金でね。だからやっぱその国民の声もそれは本当だと思いますよ。無駄な税金を使うなという非難一色の、ね、声一色になりましたと。その陰で今も多くの人から物心両面で支えられていますと。週刊誌記者ね、もう物とか心とかね、これはまあいいですよね。まあ物も個人だからいいんでしょう。で、物心両面で、一般の人が支えられているっていうのはもう気持ちはわかるんですよ。素晴らしいなと。ただその人たちは何を企んでるのと。それをすることによって皇室とお近づきになるとか、それをまたお仕事につなげるとか、名誉につなげるとか、
お金につなげるとか、そういう名声につなげるとか、何なんでしょうね。それがちょっと何を企んでんでしょうということですよ。ね、まあもう、小室さんと今ね、アメリカの母っていう人も、どうもそういう人も、日本の美智子様のね、ちょっとお近づきというかいう話もありますから、まあそういうことでしたらあれなんですけど、ちょっとやっぱりそうなりますと、皇室側からありがとうっていう感じになりますと、ちょっと違うのかなとか思ったりもしますけどね。小室さんにとって恩人と言われるのが、以前勤務していた隣にある法律事務所の代表弁護士 A 氏ね、これが一人ですよ。あのこの黒幕と言っちゃ悪いな、救世主救世主の企みは何なんでしょう。救世主を2人いるって言いますね。弁護士 A 氏と同事務所を小室さんに紹介したアメリカで国際弁護士として活動している日本人女性の B 氏とのことって、この人はですね、旦那さんが日本人なんですよ。でこの日本人女性っていう人は、あの旦那さんの国籍で言いますから、一応アメリカに住んでてもまあ日本人女性となっておりますが、もともとは台湾系のお名前の人でですね、帰化かなんかしてて旦那さんについてるから一応、日本人ということですね。なんとかジュリアちゃんとかいう、なんかジェニーちゃんとかジュリアちゃんとかいろいろ出てきますけど、もうそのジュリアちゃんみたいな感じですかね。その B 氏、その2人がいるわけです。で A さんね、法律事務所の A さんは、小室さんが5月に卒業したフォーダム大学に留学する際、生活費を工面したと言われています。貸与のため、最近になって言い出したんですよこれ、1週間ぐらい前、いろいろ世間から言われておかしいじゃないかと、貸与のため小室さんが働き出したら少しずつお金を返していくと一部で言われていますが、A 氏はあくまで支援のつもりで、初めからそのつもりはないようです。まあ、お金をあげるということですね。ただであげる。ほう。パラリーガル、弁護士のアシスタント、過去として勤めていた小室さんの働きぶりは、真面目そのもので、英語も堪能なため、将来有望というのが、署内の評価でした。小室さんは正式に婚約した後も、これ眞子さんとですね、同事務所で働きたいと語っていたそうです。B さんは小室さんと同じ、ICU ってこう、難しいですけど、国際キリスト教大学ですね、日本のね。あの、病院で入院するときの ICU と間違えますけど、これは、日本の国際キリスト教大学出身ですと。ジュリアちゃんですよ。これジュリアちゃん B ですから、女の人ね、おばちゃんね、アメリカの母アメリカのおばあちゃんかな。小室さんが大学時代アメリカに留学した際に世話をして、現在まで小室さんが頼っている相談相手の一人ですということで、これ一度ね、眞子さまもこの、アメリカのおばあちゃんお母さんじゃないでしょっていう、72歳ですからね、まあおばあちゃんと一度ご挨拶はしてるっていうところですよね。まあ東京でかなんかご挨拶してるっていうことですね。そして佳代さんを陰ながら支える存在もと、都内の、まあこれもうね2人がいまして、この3人目です。3人目の救世主誰か、それは、小室佳代さんが働いている洋菓子のケーキ屋さんです。これがね、あまりにも立派なぐらいの目黒の、洋菓子店というかケーキ屋さんなんですよ。ひょっとしたらこれね、宮内庁御用達というか御用達の店じゃないのっていうぐらいの綺麗な店構えでした。御用達とかなんとかっていうのは絶対に言わないんですけどね、あの職員とかそんなんだとですね、毒入ってたりなんとかっていうのはバレちゃったら困るから、原材料にそういうもの入れられても困るっていうことで、宮内庁御用達の機関だけは絶対に言っちゃいけないんですよね。やってても内緒っていうことですね。まあそれぐらいに、綺麗な目黒の、まあ、有名洋菓子店です。
ね、僕はやっぱこう書いてたら、僕がのところの視聴者さんも、いや、行ってケーキ食べましたよ、美味しかったですって言って、まあ、ケーキとコーヒー飲んで1100円か2100円って言うから、まあまあいい店じゃないですか。まあそれぐらいでね、ちょっと、座って洋菓子店でコーヒーが飲めるっていうのは僕も行ってみたいくらいですよ。うん、スカウさんを支える存在の第3つ目の救世主、それが都内の有名洋菓子店のオーナーと従業員、オーナーと従業員ですよ。で、この従業員の中でも小室佳代さんはフル株、一番のフル株ということですから。でもこのフル株っていうのは前回言ってたその分身ウーマンとちょっと話が違うんですよ。十何年ずっと働いてきて私が一番のフル株ですと言ってるんですけど、一回退職したって言ってるんですから、この記事も今日初めて出ることですよ。何なんだろうということですね。都内の有名洋菓子店のオーナーと従業員です。小室さんが留学後、佳代さんは一度退職しています。ここが不思議なとこ、初めて出てきましたよ。一度退職したそうです。3年前くらいですか。退職していますが、昨年復職しています。去年復職したんだっていう、そういう退職復職のことなんか一度も言ってませんよ。私が15年とか7年とかずっと今まで勤めていてっていうふうに別のやつでは書いてましたから、それも嘘じゃんってな感じですね。これだけ世間が親子に対して厳しい視線を向けている中、手を差し伸べている恩人たちと言えるでしょうということで、だから退職したりとか、まあ、仕事がね、毎日のように出てこれないと、月のうち何日しか出てこれないと、それでも応援して、職員として、正社員として使いましょうというふうにしていたわけですから、それはね、やっぱ応援してるってことになりますでしょう。ね、これはこれでいいのかな、ちょっと待ってくださいね。これで見えてるかな、あ、見えてるということにしましょうね。小室圭さんと自殺考えたね、これの2ページになります。婚約内定から間もなく4年、長いようで長いかね、何より2人にとって最も大きな存在は眞子さまだ。佳代さんに、佳代さんに尊敬、大尊敬しておりますと言わしめ、佳代さんが眞子さんに大尊敬してるって言ったんですよ。で、まあ、眞子さまも佳代さんのことを尊敬しています、ね、女で一つで圭君を育てていってっていうふうに、お互いにね、なんかすごくなんか尊敬しておりますと言ってるんですよね。と言わしめ、今も密に連絡を取り、28枚文書の公表にも大きく関わったと言われている眞子さま。小室家の負担の仕方が時には過剰と指摘され、結びつきは実の親以上と言われることもということで、 ATM 側になってですね、だいぶ今までお金を送ったんじゃないかという噂も流れておりますよね、噂も。眞子さまは小室さんとの結婚を、私たちにとって自分たちの心を大切に守りながら生きていくために必要な選択ですと語られているように、死活問題であることに今も変わりはないというということで、これも去年の11月に眞子さんが言ったんですけど、これも言っちゃ言い過ぎだろうということですよね。で、結局生きていく眞子さまがですね、これから生きていくために必要な選択、この結婚というのは、じゃあ結婚をさせなかったら私は死ぬわよというのと一緒ですからね、生きていくためってということは、逆説的に言うと、小室圭君と結婚できなければ生きていくことができませんと言ってるのと一緒ですよ。生きていくために必要な選択、じゃあそれができないんだったらもう死ぬことは必要な、死ぬことが必要な選択なんだっていうふうに言ってるのと一緒ですからね、逆説だ。だからやっぱこれにおいても宮内庁の人は眞子さんは何言い出すんだとびっくりしちゃったっていうところですね。びっくりしちゃったところに、この間の小室佳代さんのその文春ウーマン問題ですよ。それで死ぬの生きるのっていう話が出たでしょ、明日死の今日死ので、今日になって初めてびっくりしたんですけど、この週刊現代、これの情報によると、K も一緒にということで、じゃあ今までは一人でって言ってたのに、じゃあ K 君と二人で親子心中、
それをつもりするつもりだったのってね、またびっくりしてましたよね。まあこれ週刊現代ですから、で週刊現代の人はですね、もともと週刊現代の記者さんは、元婚約者の A さん、元婚約者ね、今後の佳代さんの、その人の代理人を務めてるわけですよ、週刊現代の記者の人はですね。何なんだろうと言うと、もうちょっとなんかよくわからないというか、新しく出てくる情報が全然今までの情報を覆すような、どんどん、まあそれが本当なんでしょうけど、まあまあ大体変だなということは変ですね。まあ現在、数多くの問題が重しとなったまま、結婚実現への道筋が見通せない状況だが、9月になるまで具体的な動きはないというのが関係者の一致するところ。さらに何を語っても理解されないため、一時噂されていた小室さんの記者会見も行わないという見方が有力のようだということで、もし万が一帰ってきても、そういったのは記者会見しませんよと。まあしないでしょ。したらいろいろなことを小室圭君がもし聞かれたんであっても、いろんな矛盾を聞かれるでしょうし、まあその後全くそれは結婚のこととは違うんだけど、お母さんの問題のことも一応聞かれますよね。まあ遺族年金詐取疑惑、それも答えないといけないので、だからもう絶対自分が言いたいことだけ言って失業とはしないっていう形にもなるかもしれませんしね。もともと開かないんじゃないかと言われてますね、記者会見は。小室さんの試験が終わる7月28日以降は体が自由になるはずですが、日本では23日から8月8日までオリンピックが、8月24日から9月5日までパラリンピックが行われるため、目立った動きはできないまま夏が過ぎると思われます。その間、元婚約者への解決金問題が決着するかも未知数です。皇室ジャーナリストって言ってますね。9月で婚約内定から4年が経とうとしている。10月には眞子さまと小室さんが30歳を迎える。多くの人に支えられながら2人の結婚問題はどう着地していくのかということで、なかなか難しい問題ということですね。で、このね、一応、小室圭君はですね、これあれですよ、帰らないと今ビザがありますよね。まあそれが修学ビザって学校に行くためのビザでありまして、もしこのままアメリカでニューヨークで仕事をするっていうのを取るんだったら、この就労ビザっていうかね、一回日本に帰ってきてビザの書き換えをしていかないと、今アメリカにいたら不法滞在になっちゃうと思うんですよ。で、就学ビザでそのままだったら、まあ近くのカナダとかに一回出国してそちらでもらうということはできますでしょうけど、それは就学ビザなので、果たして一回帰らないと就労ビザってのは落ちないと思うんですよね。一回日本に帰らない限りは。一回そのまんまで、お近くのカナダとかそういうところにあって、就労ビザがもらえるんですかね。まあそこはちょっと知らないんですけど。まあちょっと、他の、新聞記者のあれによると、いやこのままでは不法滞在になってしまうから、アメリカから強制送還されることになるんじゃないかという雑誌記事も読みましたんで、果たしてどうなるんだろうということですよね。それがちょっと分かりませんが、ね、これな感じで一応こういったサムネイルをこうちょっと作っていましたけどね。だからもう毎回こんな風に違ってくるということですよ。で、ちょっとそうですね、これで、まあこれヤフーに載っていたやつですので、いろんな人の意見がですね、まあ書いております。これをちらっと見てみましょうか。ヤフコメがありますんでね。ね、まあ意味がわからない記事ね、意味がわからないでしょ、どんどん新しいのが入ってきてね。
うん、でまあこの下の人も書いてますけど、働き出したら少しずつお金を返していくと一部で言われてますが、 A 氏はあくまで支援のつもりで初めからそのつもりはないようですと、もうただであげてるんだよと、だからいくら親しいとかあれがあってもですね、まあ紹介してもらったっていうんですか、そのアメリカの母のジュリアちゃんにね、で他人に1000万円を他人にあげる人間はいないと。そりゃそうでしょ。その1000万円をタダであげますよって言っても、あ、じゃあ私はね、その、皇室となんかゆかりのあるね、いろいろお紹介をしてもらって、死ぬ前にね、七十褒章とか何十褒章とかそんなもらえるのをなんか夢見ているのか、それか、そういうとことお近づきになっていろんな建設会社とか日本でもありますんじゃないですか、政治家にお金を配ってお仕事をもらうとか、そんなことを考えているんじゃないでしょうねと、疑惑が私たち国民から出てきますよね。もう全く何の見返りもなしで、まあ見返りはありますわね。今秋篠宮殿下と月に 2,3 回はお酒を飲みながら、ね、そういったふうに、会合を開く、食事を開くということですんで、まあ、そういったその、まあ、有名人のトップみたいなもんですよ。皇室の次期天皇陛下のお父様とか次期天皇陛下に習うかもしれないわけですから、秋篠宮殿下もね、皇位継承では一応なっておりますんで、まあそういうとこにそういった一般の輩が、お金をあげるからと、まあ安い額ですよ、逆に言うと1000万円とか3000万円とかですね、そんなことができるんであれば日本の大企業の社長なんかですね、そんな3000万でも5000万でも自由になる金ありますよ。でそんなの人とやっぱり、皇室とのゆかりがあるとかお付き合いができるっていえばですね、優秀なその会社なんかはポンポン出しますよ。それでお友達になれるんだったら皇室の人とね。だからやっぱりそれはいけないんじゃないのっていう感じはありますよね。まあね、いろいろ書いておりますね。まあ働き1000万円をタダであげる、カエさんの言葉を、ジェニーちゃんの言葉を借りますと、サポートしていただけますかと、ね、サポートっていうのはね、太陽じゃないんですよ。贈与なんですよ、サポートっていうのは。で贈与って言っても、あの人たちは贈与って言ったらまた贈与税がかかるからただなんですよ。贈与税とか贈与って言われたら税金がかかるじゃないのと。だからサポートよと、税金のつかないあなたが私にあげたものよというような感覚ですから、税金も払いたくないというそんな感じですのでね、まあそれね、まあ辞退すればとかね、それそんなにね、生き死にに対して親子で心中しようとかそういうふうに辛いと思うんであったら、それは結婚をご辞退すればもっと楽に生きれるんじゃないのというとこですよ。で今慰謝料とかでもね、3億5億7億とかどんどん言われておりますんで、それをもらってやった方が心がすっきりしていいんじゃないのと。まあいつまでたっても噛みついて離れませんからね、スッポンのようにですね、まあ噛みついて離れなければ、まあ眞子さま側とか皇室側からね、いろんなお金が出てくるのか、いやいや7億もらったとしてもですね、今度は税金が贈与っていうかかかってくると思うんですよ。いくら皇室側から慰謝料といってもですね、かなり高額になる場合は、まあその時に、まあ、45% とかね、税金を4割とか5割とか払ってももう3億数千万じゃないですか。それしかもらえないんですよね、別れちゃったら。で小室圭ちゃんはですね、このずっと眞子さんとね、離れなければ、一生ずっとついていけば、40億とも何十億とも入ってくるお金ってあるんですよね。だから、それを狙ってんじゃないのって言いたくなりますが、もうどうしてでもやっぱり別れたらお金が少なくなる、もらえるお金が生涯で。だからやっぱそんな風に思われちゃいますよね。なんかおかしいあれで。今日も今までとは全然違った情報がこういうふうに流れてきました。ね、自分でオンゴールするとか一人でするとか言ってたのが、いやいや違うよと、親子でと、
親子でオウンゴールってやつですから、あもう大変だねそれはということで、まあでも元気にね、元気に生活してらっしゃいますよねよくわかんないけど、まあまあそれ以上のこと言っちゃなんなんでしょうけどね、まあ国民の幸せもありますけど、眞子さまの幸せとか考えたらやっぱり小室君は手を引いていただいて、そして眞子さまにもいい人が見つかりますん で早くね、オープンにしてあげて、気楽に眞子さまをしてあげてですね、次の、まあ、ご結婚に向けて早く、婚活をして、そして早く、ね、お子様でも生まれたらまた眞子さまの気持ちもね違ってくると思うし、僕らもああ眞子さまの新しい彼氏との旦那さんとのお子さんだなと言ったら、もうみんなでやっぱりね祝福してあげてというか思うと思うんですよね。まあそんな感じです。俺なんかねどれくらいやったのかなこれ、あれちょっとごめんなさいね、あいいか、僕どれくらいやったんだろう、これね時間的なものがですね何分やったってのがこれ出てこないかな、でも出てきてるか、55分くらいかな、まあそんな感じでやってみました。いつもよりもね、まあコメント読まないとかなんとかがあるので、まあなんとかこの時間になりましたけど、まあ僕もねなんだかんだと一人で、ね、一人だけでもなんかねブツブツ言ってなんか一人ごとでもなんとかできるあれなんですよ。もともとこれでやってたんですよね、もうね頑張って、1年くらいはもう毎日やってますし、9月からは1日2本やっておりますんで、まあそれなりに僕もバカですし、こういったできた動画はゴミ動画になるんですが、まあそれなりに、まあ、努力はしてるとこなんですよ。あジャパンさんいい加減にしてて、なんか投げやりじゃないですけど、いい加減にしてるよねという言葉を聞いたりするとなかなかちょっと残念かな、まあそれはね見方によっちゃそうなんでしょうけど、僕はいい加減に真剣にやっていないというふうに言われて、そんな言葉を聞きますとなるほどシュンとはきますけど、でもそれはね人それぞれで考え方ありますんで、いろんな人が見て一生懸命やってるよなっていう人もいれば、それはあんまりいないか、いないけど、なんかいい加減に真剣味がないよなこの人は、だから自分でもゴミ動画とか言ってんでしょとか言ってね、まあそういう日にお叱りを受けたりするんですよ。それとか初めて来られた方長いと、話が長いんだよ、いつになったら内容に触れるんだとか、お叱りも受けますよ、いろんな人にお叱り受けてですね、まあこの暑い夏バテの中病院に行ってね、叩かれれば叩かれるほど叩かれております。俺もね、でもね僕は思うんです、麦がありましてね、山に行くと麦がありますよ。で麦は丈夫に育つために人間が麦踏みをしていくんですね。と一生懸命麦が育ってるじゃないの、なんでそれを人間が踏み潰していくの、そんなやったらせっかく一生懸命咲いた麦が枯れてしまうじゃないのって、いやいやこれ違うんだよと、麦っていうのはねこのままこう育っていったらそんなに丈夫ならないんだと、でこれをもっともっと丈夫にするためにはこの麦を人間がですね、麦を倒して踏みしめて、で踏みしめて刺激を与えるからこそ、それから立ち上がって麦は丈夫に育つんだっていう、この麦の話がやっぱり好きでですね、そういうふうにやっておりますよ。でその前は僕はね、実るほど神戸を垂れる稲穂かなということで、僕もですね皆さんにこれ一回たりともですね皆さんの前ではですね、実るほどやっぱ僕は神戸を垂れているつもりでは自分ではいました。まあそれとまあいろんなですね、まあ一流ホテルもまあいろんな山から他のところからいろんなところでも歌っていたんですけど、まあいろんな VIP の人、 VIP って言われる人ですよ、まあ僕がだからまあその場にいたから相手にできたんですけど、VIP の人と同じようにそういうつもりで皆さんには扱ってきていたつもりです。言葉遣いにしても皆さんにあれしても、気持ちはその時仕事をしていた、
VIP の対しの人に対してのやり方と同じぐらいに僕はやってきたつもりなんですよ。だから、まあ、真剣味が足りないんだとかなんか言われても、どうかなと思って。でもね、こうしてても あれなんですよ、まあ、ワンステージツーステージやってましたんで、必ずこう、まあ、VIP のお客様が来てですね、まあ、ジャパンさんって、まあ、僕の本名はあるんですが、安西さんということで、お客様が VIP の人が呼ばれてますんで、ご一緒なさってくれませんかというふうにボーイの方から話が来てですね、全然大丈夫ですよということで、まあ、僕は支配人に言われて、まあ、そういった VIP 待遇の人の、まあ、お話であるとかそれをやっていたんですね。だから、その時、あ、ご紹介いただきましたタビタですということで言ってですね、あ、いっぱいここに座っていっぱい飲みなさいとか言って、まあ、いろいろお話をさせていただいたりとか、そういった感じでたくさんの人と会っていきました。そんな中でもね、もう割愛して誰がどうとどんな人と会ったとかいうのも言いませんけれども、うん、まあ、世界のね、まあ、そういった外科脳外科チームの人たち、全然わかんないですよ、全然わかんないですけど、脳外科チームの先生たちと一緒になってる、俺全然わかんないから、ただまあいろいろ子供の話をしたりとかですね、病気の話したりとかして、もう日本世界の最先端なんですけど、そういった話とか、まあバカだから僕は話せないんですけど、わかりやすい話でちょっと話したりとかですね、そんなこともありましたし、大蔵省事務次官の方とかも呼ばれてあれしましたんで、だから決して皆さんに対していい加減にやってるということはないんですよっていうふうに一応は言っときますね。そんなっていうか、まあそんなふうにしましたので、まあちょっと、まあまあ皆さんにそういうふうに言われたら、じゃあちょっといろんな人が言われるから、じゃあそんなね、そういうとこに来る人じゃないんじゃないかなというようなご退場いただいて、お帰りはこちらですとか言って、いろんな方が来られますんで出てね、お帰りはこちらですよというふうにちょっとねブロックさせていただいたりとか、まあ、そんな感じで、最近なんかね、お客さんが離れて書き込みが少なくなってるよねって誰か書いてまして、いやいや、ご退場いただきました、そう言った方ね。だからもう二度と僕のとこにコメントは書けないと思いますね。書けれないんですよ。書いたと思っても自分には表示されてますけど、皆さんとか僕には一生見えませんね。で、戻すつもりも一生ありません。これから頑張ってね、本当に冗談というふうに皆さん思われるかもしれませんが、この1万独身人からやっぱりね、いきなり5万人10万人って難しいです。1万、ね、6千人から2万人、2万人から2万5000人、少しずつやっていて、本当に5万人、10万人生きてるうちに、できたらいいのかなというふうにやっておりますんで、まあ、まあ、これ以上にですね、皆さんをその、僕はもう普通のね、一人の人間として普通にやってますんで、それでわざわざ皆さんにごまをそろうという気持ちもありませんし、またバカにしようとかそれ以下のこともしませんが、一対一の人間ですので、ぜひね、いきなり来られて上から目線で言われるっていうのは、これはまた違うんじゃないかなというふうに、お互いね同じ目線でいきましょうというところでしょうか。まあこんな感じでですね、またぶちぶちやっていきますよ。この方がまあ僕もですね、これから先いろいろ活動とかやっていく上でですね、ライブでノンストップでやるっていうのはなかなかね、ちょっと厳しいとこあるんですよ。で、コメントも回しながらっていうと、ちょっと本当ね、体力的っていうか、もう健康的な病気的な問題で、左目がちょっと綺麗に開かなかったりとかして、小さい字が見えないし、まばたきができなかったりするんで、かなりそういう面では今まででは言えませんでしたが、身体的な負荷が大きいというところがありますね。で、視力も落ちてるんですよ。だから皆さんのコメントを見たときに、またそれを同時にやりながらテーマをはしゃなしていけなければいけない、動画も、ある程度のクオリティでは残していけなきゃいけないという一応あれがあるもんですからね、ちょっと僕も皆さんの気持ちも分かった上で、申し訳ないなっていうふうな楽しみも奪ったりして、
申し訳ないなという気持ちもありますが、またそれと同じかそれ以上にちょっと僕も、辛かったこともがっかりしたというか、それもありますので、でもね、頑張っていきますよ。とりあえず前を見ていくということです。前、後ろなんか見ません。前を見ていきます。新しい皆さんね、ちょっと込み入った話を今日しましたけど、初めて来る皆さんたちもぜひともチャンネル登録をお願いいたします。またコメントも書いてください。まあそんな中でね、ちょっとあんまりっていう人はちょっとね、ご退場いただきますけど、どんどんとね、新規の人をどんどんと来てください。でないともうこれは、増えていきません。YouTube っていうのはね、まあ、そんな中で頑張ってまいりますので、ぜひともチャンネル登録をして、まだまだ出会ってない人たちと、友達になってですね、まだまだ5万人10万人っていうか頑張っていきますので、ぜひともよろしくお願いいたします。というところで皆さんね、最後まで見ていただいてありがとうございました。それでは皆さん、さようなら。